というかもうここまで走ってきて絶好調だったんで何も言うことないんですけど、ちょっとアクセル吹かしてみます。マフラーからの排気なんかも、はい、寒いんですよ今、白煙じゃなくて全然調子いいっす。運転してなかった期間っていうとどのぐらいになりますかね。3年ぐらい、はい、じゃあちょっとこれ、まあ、あんまり走らせないようにしてるんで、オイル交換してね、販売するときはオイル交換して、燃料もやっぱ古くなってるんで、その辺はですねちゃんと一回フラッシングした方がいいからね、これやって出そうと思います。パワー AT とスノーの切り替えがついてる。で、先ほど説明してなかったのがナビ、これナビが、純ナビがですね壊れちゃってると。もうオープンクローズが、さっきめくった、あ、車の音楽じゃないっすよね。これ何あの市の帰りましょう、和光市の帰りましょうの音楽だそうです。はい、敷地内なんで、携帯持ちながら懐かしの昔のやり方でやっております。FR って思ったより困りきかないのかな、なんて感じにもしちゃいましたけど、オートマって楽ですよね。もうスポーツカー入れると思ったんです。昔はねマニュアルじゃなきゃダメだと思ったんですけど、今もう極力もう頑張りたくないと、クラッチの忙しいとですね、年取りましたね本当ね。いや、キセノの反応もいいですよこれ。キセノですね、パシッと本当にパッパッ、いいです、いいです、すごくいいです。ブレーキも全然いいですし、はっきり言ってこのエンジンのブレも全然ないですからね。サイドブレーキは、はい、全然車検そのままいけちゃうんじゃないですかね。エンジンオイル交換、フラッシング、フューエルワン入れる、予備券付き渡しなんつができます、そうですかね。はい、タイミングベルトとかその辺はですね、お客さんとのご相談、もしご希望であればですけど、まあ丁寧に乗られた車ですから。オーディオ聞いてみます。からお便りをいただき、大丈夫ですね、まだまだエンディング、結構 CD チェンジャーここにあると、ちゃんとついてますからね、いいですね。いやー本当にこれフェンダー変えて、なんか後ろのフェンダーって GTR のフェンダーって部品で出るみたいなんですよ。なんでこれ加工してつけたら側 GTR に仕上がってしまうということもできなくないということでございますね。とてもいいお車でございました。ありがとうございました。目白自動車でした。ボンネットは超重いっす。